リティパニュはカンボジアの映画監督、ドキュメンタリー映画を中心に制作している。なお指名表記について、本項目をはじめ、日本語表記としてリティパニュが使用されてきたが、言語発音との違いを本人が嫌ったため、2014年冬の来日以来、作品表記や公式の行事等では、言語に近いリティパンが使われることも多い。 1964年4月18日、カンボジアの首都プノンペンで生まれる。父親は教師。1975年からカンボジアを支配し始めた、ボルポと率いるクメールルージュが行った大粛清によって、両親や親族を亡くすが、自身は1979年にタイへの避難に成功し、しばらくは難民キャンプでの生活を送る。その後、フランスに移住し、 専門学校で大工仕事を学ぶが映画制作に興味を持つようになりパリの高等映画学院に入学する。その後ドキュメンタリー映画の監督として活動を始めたパニュは1989年に第一作サイトに国境周辺にてを発表。翌1990年には11年ぶりにカンボジアに帰国した。 その後もパリを拠点に作品を制作し続け、1994年に発表した初の劇映画、ニクスレイは第47回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、1998年の劇映画に作目、戦争の後の美しい夕べも第51回カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映された。2003年、 トゥールスレン刑務所の元監視と囚人を描いたドキュメンタリー S21 クメールルージュの虐殺者たちを発表。ヨーロッパ映画賞ドキュメンタリー賞など多数の賞を受賞した。その後もアンコールの人々、髪は余人を包めないなどのドキュメンタリー映画を多数発表。また、ルネ・クレマン監督が1957年に映画化したマルグリット・デュラスの 太平洋の防波堤をイザベル・ユペールとギャスパー・ウリエルを起用して再映画化したウンバージ・コントレル・パシフィックや大江健三郎のシークの舞台をカンボジアに置き換えて映画化したシーなど近年は文学作品を原作とした劇映画の制作も行っている2013年パニュー自身の記憶でもあるクメール・ルージュが行った虐殺を土人形を使って描いた消えた 学名ル,ルージュの真実を発表。第66回カンヌ国際映画祭のある視点部門に出品され、同部門のグランプリを受賞した。また、第86回アカデミー賞では外国語映画賞にノミネートされた。翻訳書、ありがとうございます。